こんばんは。10月23日の夜違うな、違う、全然違う。よし、場所変えよう。ここじゃない、今日はここじゃないわ。ちょっとお台場行こう。レインボーブリッジが綺麗に見えるところ行きます。大丈夫だよ、大丈夫。今日は君を今からレインボーブリッジに連れて行くから、しっかり見てね。君が君であるために言い続けなきゃならない。平山茂です。10月23日金曜日の夜でございます。家から動画を撮影しようと思ってカメラを回したんですが、家を出るしかないなと思いましてね、車に乗り込んでおります。大丈夫だよって、これが言いたいんです。大丈夫だよって、僕の全てはこれです。今ですね、豊洲大橋というところに来てます。大丈夫だよ、大丈夫大丈夫。ほらすごいでしょ、綺麗でしょ。船もいるからね。ちょっとだけ東京タワー見えますね。さあ見えてきました、レインボーブリッジ。そしてこの前あの辺、今映ってるところら辺から撮りましたね。豊洲市場とかね、そういう感じで。この橋もね、すごい長い橋で、こういうベンチがねあるので、で電気もあって明るいです。非常に明るいです。照明もあるしね、ビルの明かりもあるし、本当に、いやー本当に最高だ。うん、大丈夫だよ。携帯落としたら終わるな。ちょっとあんま前出るのやめよう。あー大丈夫だよ、大丈夫だからね、本当に大丈夫。うん、大丈夫だよ、大丈夫だよ。ちょっと叫んでみたよ。大丈夫、大丈夫です。絶対にあなたは大丈夫だから、大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫だよ。君は大丈夫、本当に大丈夫だから、本当に本当に大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫、君は大丈夫だ、大丈夫、信じて、大丈夫だから、大丈夫、大丈夫。今夜もご視聴ありがとうございました。いい夜にしてください。そしていい夢を見てください。また明日も会いましょう。おやすみなさい。気持ち悪いっしょ。ごめんね。